ああ、すっきりした。上田さんじゃ私を助けられませんよ。弱虫だし、騙されやすいし、ゾウリムシだし、裸だし。こういうの知ってますか？人間の心っていうのはね、強く念じると時々通じ合うことがあるんですよ。この中から一枚選んで覚えてください。いいですか？そしてそのカードを強く念じてください。これじゃないみたいですね。これでもないみたいです。となると上田さんが覚えたカードは残りのカードです。じゃあ上田さん、さっきのカード言ってみてください。クラブの5。やっぱりね。ちょっと待って、左手を見せろ。3枚に見せて、実は優は最初から5枚のカードを持っていたからね。最初にこれは違いますねと言って見せたカードは、これじゃないみたいですね。見えてなかった2枚だよ。じゃあ上田さん、相手に答えを言わせた後に、クラブの5、残りの3枚からこのカードを取り出した。少しは賢くなったな上田。飲み屋であれば女の子にモテるぞ。お前ってやつは本当にビロロンだな。ビロロン面白いじゃん。おい山田、山田。